こんにちは。お花とパトラとエリックです。今日は海の中道海浜公園に来ております。なんと今日は光と風の広場がリニューアルオープンします。お花とパトラはこのドッグランが大好きなんで、それを待ち望んでました。前回の動画でいろいろ工事の風景が映ってたと思うんですけど、それがこちらということで、中に行ってみたいと思います。 GO! Thank you.
一番乗りだ。初ランです。初ラン。まだよ。まだ。よし。アスレチックです。すごい高い。ドッグランは大きくなったって言っててもちょっとどうなのかなと思ってですね。で、本来は前のドッグランはここら辺に柵がバーッと立ってました。柵が。バトー、バトーおいで、バト、ふふー、柵がバーッと立ってました。で、ここは柵があって、柵の外ですね、柵の外の外周を回れるようになってたんですが、そこをもうそのままドッグランのフェンスをなんと道路の上まで下げてます。道路のすぐそばまで下げてます。はい、こんな感じ。もうすぐ道路になってますね。道路の柵になってます。よっしゃー、おめでとう、おめでとう、はい、ゴー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 。楽しそうや。この石と屋根はそのままみたいですね。で、小型犬エリア、小型犬エリアの柵も変わってないかな。入り口は変わってないですね。ここもこんな感じ。やっぱり上まで伸びてますね、道路沿いまで。これはそのままやね。
玉、今回の目玉です。ドッグランがこんな風になっちゃいました。ありがとうございます。触っても大丈夫ですか？あ、全然大丈夫ですよ。優しいんで。めっちゃ癒された今。よかった。もう今日頑張らなきゃいけないですもんね。今日ねこれ大変そうだから目玉だし。可愛い。いいわ。こっちが上の子なんですけど、うん、こっちが3歳でこっちが1歳です。食べるらしてる。暑いんだって。ありがとうね。ありがとうございます。頑張ってください。多分毎朝ここに来てる。本当ですか？やっと。バイバーイ。どうも。ありがとうございます。
声ちっちゃ。じゃあ馬こっちに連れてきたんかな、あっちの馬。あっちの馬ってどこ？向こうに。ポニーみたいなやつ。
結構奥の方や。あ、もう行ってしまったね。いや、海の方まで行くって書いてあったもん。めちゃめちゃ電気引っ張ってきとんね。乗馬体験もできます。
どうした？あんた下手っとっちゃろ。下手っとんね。暑いけ。ありがとうございます。
でしたか。どうでしたか。どうでしたか。どうでしたか。